BMW 女子選手権2日目21日、オークバレー CC、韓国6726ヤードパー72、韓国で行われている米国女子ツアーは2日目の競技がスタート、渋野ひな子も8時42分にティオフ1ホール目をパートしてコースへと出ていった。 41位からの巻き返しを狙い10番 T から出た渋野はティショットを右のラフに入れると2打目はグリーン手前のバンカーへ鳴らされた後に止まり難しいライだったがこの3打目を手前のカラーに落としてうまく1 7メートルにピタリこれをど真ん中から沈めてピンチをしのいだこのあとういうかは9時31分に畑岡奈紗は10時4分にスタートする シブ初めての来館にファンも興奮。元世界一位には新鋭隊も韓国女子ゴルフはますます白熱。韓国はゴルフが盛んな国で特に女子ゴルフの人気は高い。寒さの残る朝早くからお目当ての選手の応援に駆けつける人も多く、地元選手以外にもファンからの声援が飛ぶ。初めて韓国を訪れたシブの子も同じで新たなファンが出現。 2019年の全英英英女子オープン制覇により知名度が一気に上がったがそれは日本国外でも同じ大会初日は熱心な韓国人のファンが登場した渋野の大ファンだというこの男性は渋野がメジャー制覇したのを見てファンになったといい日本への留学経験もあり日本語も堪能渋野のスタート時から大きな横断幕とお手製のうちわで応援を続けた 渋野選手ナイスバーディという声が飛べば渋野も笑顔になる。国内ではもちろん米国でも渋野には現地在住邦人らファンは多い。ところが韓国となるとそう多くないのが実情。その中でこの日本語での応援はきっと力になったに違いない。後半からは渋野選手を見に来ましたというカップルも登場。熱心にコース内を歩き渋野のプレーを間近で感じ興奮しきり。 渋野も韓国の方がね、ありがたいですし、嬉しかったと応援を力に変えて、最終ホールでバーディーを奪い、イーブンパーにスコアを戻した。ホールアウト後は、多くのファンにサインをねだられるなど、韓国でも人気はやはり絶大だ。そんな渋野をはるかにしのぐファンの数だったのが、パク・サンヒョン、韓国。米国でも英国でも日本にもやってくる親衛隊だが、さすが母国開催。 朝のスタートホールから数十人全員が斜面に整列してティショット前のファイティンの掛け声から始まりサンヒョンに黄色い声援を送り続けた韓国ツアー関係者によれば熱狂的なファンが一番多いのがサンヒョン特に女性の人気が高いんですこの日のファンも9割以上が女性だったそんな応援を照れくさそうに横目で見ながら出ていき3アンダーをマーク 9位タイと上場発信を決めたかつて世界ランキングで1位に君臨したがその後は怪我もあって低迷今では同183位で今季は一度もトップ10すらないそれが母国でいきなりトップ10スタートやっぱり応援の力は偉大なりこの2人最高やな渋野ひな子笹生優香のほのぼの練習ラウンドに癒されるファン族出 佐藤プロとほのぼの練習ラウンド女子プロゴルファーの渋野ひな子が YouTube チャンネルを更新し、佐藤優香との練習ラウンドの様子が公開されました。10月6日から9日まで開催された、米国女子ツアー LPGA メディヒール選手権。同大会に出場した渋野は通算10アンダーの8位タイ、佐は通算14アンダーの単独2位で4日間の戦いを終えました。 そんな中、渋野の YouTube には、佐藤プロとほのぼの練習ラウンドメディヒール選手権というタイトルでショート動画がアップ。コース内を移動中、ナイアガラの滝は見てみたいと発した渋野に、佐藤が見たことないの。と驚く二人の会話から動画はスタート。また、アプローチショットの練習に取り組む渋野を佐藤が温かく見守る場面も。 ショットに納得がいかなかったようでもう一球だけ打たせてくれるコメント佐藤を気遣う渋野の姿などが動画に収められていますこの投稿にファンからはこの二人最高やな佐藤さんファンになってしまった楽しそうほんと仲良し超可愛いなどのコメントが寄せられています渋野ひな子渋野ひな子1998年生まれ岡山県出身 2019年の英具全米女子オープンでメジャー初制覇。同年は国内ツアーでも4勝をマークし、賞金ランキング2位と躍進した。2020-21シーズンは日本ツアーで2勝。同年に米国女子ツアーのファイナル QT を20位で突破し、今季から米ツアーを主戦場に戦う。国内6勝、海外1勝。サントリー所属。 佐藤優香、う藤優香。2001年6月20日生まれ、フィリピンで生まれ8歳からゴルフを始めた。18年のアジア競技大会や2019年の女子ジュニア PGA 選手権で注目を集め、同年11月にプロ転向。 2 1 21年から LPGA ツアーに参戦し、6月の全米女子オープンで優勝、メジャー制覇とともに LPGA ツアー初優勝を飾った。同年の東京オリンピックではフィリピン代表として出場したが、11月に日本国籍を選択した。